大熊インターチェンジは、福島県双葉郡大熊町にある常磐自動車道のインターチェンジである。料金所は、終日無人のため、一般レーンを利用する場合は、自動生産機にて生産することとなる。なお、福島第一原子力発電所事故による、帰還困難区域内のため、二輪車の当 IC の通行はできない。県道35号国道6号間の大熊。 ち道等の期間困難区域の特別通貨交通制度の適用について2019年3月13日掲載経済産業省原子力災害現地対策本部原子力被災者生活支援チーム参考東日本高速道路株式会社提供資料常磐自動車道奥間インターチェンジのご利用について2019年3月13日掲載経済 産業省原子力災害現地対策本部原子力被災者生活支援チーム常磐道の追加インターチェンジの設置について国土交通省道路局2018年6月8日閲覧常磐自動車道岩木中央高野 IC4 車線化と大熊インターチェンジ双葉 IC 着工式平成29年6月17日復興庁 2018年6月8日閲覧 E6 常磐自動車道大熊インターチェンジの名称決定について大熊町東日本高速道路株式会社2021年2月24日閲覧 E6 常磐自動車道大熊インターチェンジが平成31年3月31日15時に開通します大熊町東日本高速道路株式会社 2021年2月24日閲覧。福島県交通網に新拠点誕生。インターチェンジ合図議会通。 福島民有新聞民有ネット https コロンスラッシュスラッシュ www.mynyu-net.com スラッシュニューススラッシュ sinsai スラッシュシリアルスラッシュ0802スラッシュ fm20190511-376341.php2020 年5月12日閲覧ありがとうございます